毎度。今日ね、ちょっとあるラッパーの話をしよう思って、こうやって緊急生配信させてもらいました。そのラッパーの名前は D.O. 言います。この D.O. 言うやつにね、俺昔女の子アテンドしてるんですわ。で、その女の子から久しぶりに連絡来てね、まあクレーム流しやったんですよ。で、何事かと思っていろいろ僕も精査してみたら、まあ出てくるわ出てくるわ、もう悪の吹き溜まりみたいにいろんなこと出てきたわけですよ。でもね、こいつね、リーと仲ええんすよ。だから俺やっぱりリーとはね、僕もええ関係でいたいから、ちょっと正直やるかどうか迷ったんです今日。でもね、忖度せえへんのが俺の形やし、そんなことでいちいちやってたら、まあ俺のね、スタンスが全部崩れてまうから、リーには悪いけど、この D.O. ボコボコにさらしたろ思ってます。で、その女の子が言うにはね、こいつが悪党の歌いう歌歌ってるんですよ。で、これをね、リミックスしたバージョンとこの MV がめちゃめちゃやばいと、これほっといたらえらいことになるっていうふうに僕も聞いたから、ちょっとこれをね、今からみんなと一緒にこの MV を見させてもらって、いろんな判断をさせてもらおうと思ってますから、みんな一緒にちょっと主張してくれや、頼むわ。ほなの、今から始めんで。新聞や TV には映らない、日本のリアルはここにある。悪党が奏でるこの歌、バカにされたって構わないさ。悪党が奏でるこの歌、笑われたって気にしないさ。悪党が奏でるこの歌、今に見てろってずっと思ってた。悪党が奏でるこの歌、悪党が奏でるこの歌。よくある話、この街じゃ人がさらわれたとか刺されたとか首をつったとか殺されたとか耳を塞ぎたくなるような話だとか、どっかの誰かがはめたとか叩かれたとか詐欺られたとか追われてるとか追ってるとか、あの野郎がまたパクられたとか、お前も俺にこう言った、目の前の現実が答えだ。やっちまえって話ブラザー、今夜どっちを握るかマイクオアタン、針尺が終わるまでの間みんなも気をつけろよ、やさとがら。このブラントを吸い終わったらまた行けるところまで行くだけだ。悪党が奏でるこの歌、バカにされたって構わないさ。悪党が奏でるこの歌、笑われたって気にしないさ。悪党が奏でるこの歌、今に見てろってずっと思ってた。悪党が奏でるこの歌、悪党が奏でるこの歌。欲望にまみれたこの街は、また一人の男を強くした。怒ってるとか悲しいとか、金さえあれば満たされるとか。悪党が聴いていたこの曲、当たり前と常識に耳かさず、裏切ったとか裏切られたとか、寂しさを埋めるためのケミカル。
つかれば最後信念貫くための数々の代償。あいつは俺にこう言った。親と環境は自分で選べない。あの時は何も言えなかったが今の俺と結果が答えだ。悪党が奏でるこの歌、バカにされたって構わないさ。悪党が奏でるこの歌、笑われたって気にしないさ。悪党が奏でるこの歌、今に見てろってずっと思ってた。悪党が奏でるこの歌、悪党が奏でるこの歌。